西安市は中華人民共和国先生省の省都であり、古くは中国古代の省庁の都となった長安である。国家歴史文化名城に指定され、世界各国からの観光客も多い。経済的重要性から大幅な自主権を持つ副省級市にも指定されている。西安とは西の首都の意味であるが、一般的に東アジアの伝統では、 首都の名前をこのようにつけることが多かった。例えば、日本の東京やベトナムのトンキンは東の首都を意味する。日本の東京は首都を意味する京都からの方角をもとにしており、北京、南京、最強は中国の内陸部にある洛陽からの方角をもとにしている。西安市は伊賀流域中部の赤書盆地にあり、 東京107.40度から109.49度、北緯33.42度から34.45度、北は、伊賀と、大渡高原に、南は、新礼に、東は、礼賀と原産地を境に、花県、伊南、昌州、洛南県と接触している。西は、大白山地と青果大土台を境に、美圏、大白県と境を接し、南から、北新礼の両線には、 仏平県、粘船県、母そ水県との境界がある北は、伊賀に至るまで、東北の伊賀は、関陽市街地、陽両区、三原、京陽、公平、武光、不風、不平等県市と隣接している。管轄東西の長さは、約二百四キロ、南北は、約百十六キロである。二千十六年には、西安面積は九九千百八十三平方キロメートルであり、 このうち、市街地は1066平方キロメートル。西安市の地質的な構造は、新霊にある一帯と下北の二大ユニットを兼ねている。今から約1億3000年前の縁山運動の時期に国を連れてきた。新霊の北の麓には、今から約300万年前の第3期の後では、大断されているのは、南の新霊の溝が、 新しい構造で活動していて、山を見ていると、南の方が高く昇進し、新霊山脈を作ることになる。これと同時に、北にある中国の伊賀では、北花地にある伊賀が落ち、風により、王土に覆われ、さらに、伊賀の堆積の作用で、伊賀平野が形成された。西安市の海抜高度差は、全国の 各都市の冠を占めている高く険しい、群山の共演にある新霊の山地は、地との揺れが伸びやか、平坦な地の翌夜の伊賀平野の境目が明らかになり、西安市の地形の主体を構成している。新霊山脈は、海抜2000メートルの2800メートル。西南端大白山峰は、標高3867メートルで、大陸部の最高峰となった伊賀平原は、 海抜400メートルの700メートルで、東北端の伊賀の川底では、標高345メートルが、最も低い西安市は、伊賀平原の2段階に建てられた河川。西安では、河川網が密集しており、合計54本の川がある。このうち、伊賀、京川、石川家系の国境川があり、その他の河川は、新米の産地や離島南の丘陵に由来しており、 ほとんどの河川は、南から北へ渡って、伊賀の平野を経て、伊賀を注入してきた甲賀流域面積は、全市の延べ面積の98.46%を占めている。西安のどの川の流域面積の面積は、差が大きい。黒川の流域面積1000平方キロメートル、異常あると川と川。 上記三つの河川の流域面積面積は82.37%だった。新麗山地の伊賀の南側の支流では、新麗北派の傾斜が急で溝谷が深く、谷峰の合間には川が流れ、川には次のような構造的な特徴がある。一つは、南と西北に向かっていく。川は、新麗山地の溝に沿って、南に向かっていた。しかし、この地形の斜面は、 南東から西北に流れており、地質構造の断裂帯も概ね東南の西北に向かって行っており、水の流れの流れに沿って移動している。2は、川の幅が縦に高くなっている、各河川の上流の段が、新米の山地を流れているとき、谷が深く、坂が急で、急に流れている。また、このようなことができるようになると、水の流れが、緩やかになる。3は、 下流河川の横に揺れているのが、蛇行した川の特徴を持っている伊賀が北に移転し、川が東から西に降りし、川が西から東に移転し、川と川交代が反乱し、木じっ布の古水地の形成している。4は、上流の川が曲がりくねり、多くの峡谷が危険である新霊の北側には、約70箇所のところがある。5は、 川底の堆積物である川の源から川口へと、勾配が下がり、川が砂の力を低下させ、その上に位置したものが、下流に形成されており、規則正しい分布がある。光流の時空分布が非均一であることは、千安内の河川の共通の特徴である。放水年と枯れた水の数を4から7倍にして、一部の山間地帯の支流の数年は10倍の差がある。 川の下流は、枯れても、基本的な流れを遮断している川の中では、年内の流量も大きく変化しており、毎年2月には、枯れ水木に発生しており、計の量は、年間量の2%に過ぎず、暖流減少で、7月から10月の増水期には、前年の早々量の45%から56%を、占めている。西安の故障は、長安であり、かつては、 後継、彩と、西京、太公慶長、笹久元等とも称された。古代より、政治の中心地として、西州から、旗、関から、隋、等の都の城と十三の王朝の都として2000、数百年の歴史を有すことである。1369年、明朝は、元朝の笹久元寺を廃止し、千安府を設置。これが、 西安の名称の初見である、民末の理事政の反乱に際しては、西安に入場した理事政は一時長安と解消したが、政朝により再び西安と解消され、中華民国まで添いがさねされた。1928年、西安に初めて市政が施行され、昇格市としての西安市が成立した。1948年には、 国民政府行政院活氏に改編、中華人民共和国成立後は、延安に代わって、戦艦令変区の主婦となり、西北行政区活氏中央直轄市、計画単列氏と改編が続き、1954年に、先制省の省と、副省級主となって、現在に至っている。1900年の義和団の乱では、西大公ら皇族が、 戦火の北京を逃れ、西安に避難している。また1936年には、国境合作による日本政府への対抗を目指す長学寮が、小介石を軟禁した西安事件の舞台となった都市でもある。1932年には西安は、最強に改名して、中華民国の副都とされたが、1943年には西安に戻った。2004年、 西北大学が日本人検討を留学、育井マナリの母子を市内から発見して話題となったこともある。地図下部に11しかつく2県を管轄する。先制書西安市先制書西安市西安市は1992年7月に開放都市に指定されて以来、ユーラシア大陸の連絡路として中国西部最大の都市となっている。改革開放以前も西安は、 中国経済で重要な地位を占めてきたが、近年はその経済発展に、陰りが見える。その原因としては、西安の工業に占める重工業の割合が非常に高く、国防産業などの特殊工業に依拠しており、軽工業や技術開発力を軽視した工業政策の結果であり、近年は、更新技術産業開発区、経済技術開発区、 極高新区、生態区、遠領国家航空高技術産業基地の4区1基地を設置し、先端技術の開発と産業転化を推進する経済政策が採用されている。西安は中国西部と中部経済圏の接点にあたり、北西部から沿岸地域に向かう玄関口となっている。このため西安は、 各種交通機関の中国西部地区をける要衝となっている。西安関陽国際空港市街地から北西4 0トルの距離の関陽地域に民港総局が規定した7大ハブ空港の一つで、ある西安関陽国際空港が一関陽し、異常区が運航され、中国国内において北京、広州、上海とともに4大空港に数えられている。現在工事完成。 2017年9月の情報によると、西安関用国際空港には3つのターミナルビルがあり、T1 ターミナルビル、T2 ターミナルビル、T3 ターミナルビルの合計35万平方メートル。2本の滑走路があり、それぞれ3000メートル、3800メートルの長さである。経流機1127カ所、搭乗橋44カ所。 貨物ターミナル25000平方メートルピーク時の旅客取扱量1万人、年間旅客取扱量5000万人、郵便取扱量40万トンの運行ニーズを保証する。関葉空港は国内外の62の航空会社と航空業務の取引を行っており、通行都市は171カ所で、国内外の航空路線は313便で運営されている。 2017年9月1日から西安関陽国際空港で便利で旅に出るサービスが正式にスタートする関陽北京空港ターミナル3到着ロビーに登場した国内のすべての今日出発できる旅客西部空港 WeChat 講習号を通じて各航空会社の携帯アプリで電子観光フライト第2世代身分証明や航空会社の公式を持って 電子観光フライトが直接搭乗手続きを必要最大机コーナー会買,買い紙のフライトに安全検査を通じて直接の搭乗行。搭乗に観光が実現飛行機。また、便利で旅に出るサービスは当面国際便への搭乗者には含まれない。また、T3 便の国内往復航空便への搭乗客には次の段階の他の空港への不便を避けるため、 紙の登場証明書による登場を依然として進めている。旅客専用カウンターで登場手続きをしなければならない。2017年9月4日から西安管用国際空港が自主的に出国通関サービスを提供する。出入国商区団の資料と生物の特徴を手に入れ、コンピューターシステムが 自動的に旅客と証明書のデータを称号、分析する作業を自動化する。サイドカーの前で、出国者は、スキャンエリアに、住民登録証を押せば、案内に従って、指紋を押せば、自動顔認識をした後、出国検査の手続きを終えた。空港バス2017年7月25日から、西安関与国際空港バスによる、新たな運行路線が実施され、 西安市の統一料金は25元、関陽市の統一料金は15元。西安市外を中心に、米ュ型に放射状に整備されているが、環状方向への建設が計画され、利便性を向上させている。西安市の二環路は、都市建成区の中心部に位置し、全線は西安市中心部の首労から5.6キロ、全長34.04キロ。このうち、 南に関区十点七九キロ、東に関七点五五キロ、西に関区五点二三キロ、北に関路十点四七キロ、道路の幅五十から百メートル、速度時速七十キロで、都市高速幹線道路の設計を行っている。西安市の山関路、全長八十九点七キロ、時速四十から百二十キロメートル、西安市、三億を超え、橋区、岩東区、 高新区、警戒区、長安ニュータウン、団地、県余りの都市の主要街道を連結し、210、108、312、と思わず3条の国道と、西宇、西道、西ハハソ、西館、西だから、西道、空港高速、西安環状高速など8つの高速道路を見交わす。国鉄西安北駅西安地下鉄の主老駅。駅名は、 岩神経の解除。2005年に西安駅が初めて年間乗降客数上位5位内に入った。西安駅は最大で約200本の列車が発着するようになり、その中には和解号高速列車も含まれていた。その後34億人民元を投資した西安機体機の改修工事が完成し、 西安駅の3倍以上の規模の高速列車中心の駅となり、和解号高速列車は西安北駅に移された。西安北駅は中国の高速鉄道網の中心駅の一つとなっている。アジア最大の旅客駅になるとしている。また2020年までに地下鉄6路線の建設が計画されており、総延長は251.8キロに及ぶ。 北の西安北駅から南の移局に至る2号線が2007年8月10日に建設を開始、2011年9月28日に一気区間が開業した。北西地区では初の地下鉄路線である。在来線高速線2 0 0時速 350km 現在250路線、余りが開設され、終や運移転路線4路線が含まれている。 大部分の路線で非接触型 IC カードが導入され、IC カード利用客は割引料金での乗車となっている。一素時6時30分20時に私鉄商区機、重機商、西鉄商区、ダイミング街、南安市新村、南安市新村西門城北客運搬、文系立公認市、中津裏根下居、朱広市自福。 進む希望、主広ゅひろしじき大白し村、ょう街、いは郷村、みよぐがい、りかごうむらめぐみじ、やすみきょ、にんかぐちにし、市いらきこうじしちゅうぐんちょう、めんぷんしょうじょうせいきゃくんたん、はんすんろにししょうひクルルヒモタン、ょうなべろしょうき、じゅうきしょうにそじろくじ 井上村太本寺、大民宮含む元との、大民宮国会史公園大花、1935大火事、大民宮丹大鳥門、生産路西航空地北間西鉄職員、自供省区上坊村省北門、州部園社近郷、玉省門繁屋村、労働路家世界団結あずまじゆたかしのぎ、あずまじ西紀園省区、桃園路西桃園新桃園、特慶、 市大市祖寺6時十四時西安美加専修学院幸福中路西安美加専修学院豊か喜びろ西段西紀元小区高安妻寺西亜矢門南小千又西門橋安寿口高災害周路北大街北新街革命公園五祖寺口朝日門安人志望幸福路西栄広場慶光市場万年路公園北路高楽路北口万寿路間森西 幸福中路五素寺六時二十四時南山、関連姿生外くるるひもンカシャー丹。南山関連姿生外くるるひもン総京都、渋城市、花園北山門電市二素寺昭白愛院、陶義路含む、河路南口、須坂大外聖小路口西八里村、医学院四五路詳細、緑花寺岩島西寺東口、大岩島南広場岩引き寺大岩島。 西角電農場東進化坊電農場、里野家村立東外は平門大佐市、民楽園五掃除口、カ車丹六掃除6時20時30分イエンロ北口、カ車丹西イエンロ北口越園路北口西企業に掃除、中高通信南三間西企業路、省友へ中心に一万掃除口目東載。 死立四公子電子二素地西口電子症状、社生村西社七素地高校五公子西社六素地、大白路立後編家村、高岸村カルガン村含む、高門、須作門南門首郎南北大街、北門西高口南口、河車丹西七素地六時二十四時大家分、西門大家分、高校寺公子万次郎館森西抜き、中外京二素地家居路金華南路、 広大省城広大伝納城、京慶公園南閣門建国門、省医省大所大佐市丹里門西郎、高災外橋あずさぐち西門モ安市の内平信部は温暖な温帯性、半湿性の季節風気候であり、四季が明瞭である。1月の平均気温は、摂氏0.2度であり、1955年1月6日には、最低気温摂氏20.6度を記録した。 7月の平均気温は、摂氏27.3度であり、1998年6月21日、及び2017年7月24日には、最高気温摂氏41.8度を記録した。年平均気温は、摂氏14.7度、年平均降水量は 542mm、年平均湿度は63.3%。 年平均降雪費は13.8日である。平和用大眼筒西安首種老星や交通大学、陽太裕引俳優。ありがとうございます。